SU-100 は T-34 をベースに開発された SU-85 の武装を強化して開発された自走砲である。新型の長方針 100mm 対戦車砲を搭載するため SU-85 の戦闘室を改良した車両で当初海軍用の B-34-100mm 砲を改造した S-34 を搭載する予定であったが、 幅の関係で乗員が出入り可能な、車体前方ハッチが取り付けられないため、さらに改良されたより、軽量な D-10S に変更された。しかし再び S-34 を搭載することを要求され、試作者である SU-100 からにも製造され試験で比較されたが、結局 D-10S を搭載するタイプが SU-100 として、 スベルドロフスクの国営第9、ウラル重機械工具製造所で、1944年9月より、車体の生産が開始され、1946年まで2675両が生産された。戦後も、チェコスロバキアで生産され、エジプトなど中東に輸出され、イスラエルとの戦闘に参加した。チェコ製の SU-100M は、車体右側面の大型造具箱や戦闘室。 左コ部のハッチの違いなどで、ソ連製と識別できる。この他、ユーゴスラビア、キューバ、アンゴラ等に売却あるいは供与されている。対戦中に試作された派生型としては、1944年夏、量産に先駆けて、動力系を電動ハイブリッド方式にした S-100 が試作されたが、採用には至らなかった。1944年末には、 前方過過重による諸問題を解決するため戦闘室を後部にエンジンを前に配置した SU-101M1 主砲 122mmD-25S 戦車砲とした SU-122P も試作されたが T-44 戦車の発展形である SU-100M2 及び SU-122 から44が採用されたこともあり これらも量産されなかった。博物館の展示車両だが、サスペンションの老朽化で前傾しているのがわかる。SU-100 は、基本的な構成は SU-85 と、ほぼ同様だが、社長用に、直視型ビジョンブロック付きのキューポラが増設され、全面走行は 45mm から 75mm へと、大きく強化された。 また戦闘室後部装甲の傾斜角度も変わっている。しかし砲の大型化と全面装甲の強化によりノーズヘビーであり前傾を抑えるため第一天輪のコイルスプリングは直径が 30mm から 34mm に拡大されている。それでも過過重気味であるため操縦には注意を要した。博物館での展示車両には スプリングの老朽化で車体が前傾気味のものもある。D-10S の走行間接力は BR-412 では 155mm から 500m、135mm から 1000m、115mm から 1500m、100mm から 2000m とパンターやティーガーアイを正面撃破できた。また、 第2次大戦後に配備された BR-412B を使用した場合は 160mm から 500m、150mm から 1000m、135mm から 1500m、125mm から 2000m、BR-41-2D では 200mm から 500m、 185mm から 1000m、170mm から 1500m、155mm から 2000m、貫通できた。しかし、砲弾の大型化によって車内への搭載数は34発と少ない。またこの砲は当初生産が追いつかず、車体は SU-100 だが 85mm 砲を搭載した SU-85M が先行生産されている。 戦後チェコ生産型の s u 1 0 0 m ジンは1945年1月のオストプロイセイやハンガリーへの進行作戦で3月のバラトン湖の戦いでは200両近いまとまった数で本格的に投入されたこのうち第208次総砲旅団の63両はドイツ軍の攻勢開始当初から戦闘に参加激戦により11日後までに 半数以上を失っているが、最終的には非常に高い評価を得ている。第二次世界大戦後も、ソビエトではしばらく装備が続けられ、現役を退いた後も予備車両としての保管が長期にわたって続けられていた。ソビエトの同盟国や東側諸国への供与も行われ、チェコ生産型の SU-100M と合わせて中東戦争他で実戦に投入されている。 2015年4月にはイエメン内戦で使用される SU-100 自走砲の姿が撮影されている。ありがとうございます。